はいどうも、倉田夏の動画を楽しみに見てくださってる皆さん、ツーボックスで開封いきましょう。何名か買ってました。多分小学生グループだと思うんですけど、ただね、あんまりね、やっぱ、発売日だからこうわーってくることはないですね。やっぱ様子見、みんなそんなには買ってなかった、枚数的には。だからまず俺の動画見て、どんな感じのやつが何枚ぐらい出るか見た方がいいと思いますね。スペルビー。まあとりあえず俺の考え方で言うと、お金があるなら2ボックス買っといた方がいいです。なんでかっていうと、ヘルボロフ1ボックスに2枚なんですよ。だから2ボックス買えばヘルボロフだけで強化できるんで、あともしかしたらあのデスゴロスが来るかもしれないっていう、ビクトリーの。え？出ました、乳竜層9エンド。こいつ強くない？これベリーだけど。クリスタルコマンドドラゴン、呪文の効果によって相手のバトルゾーンにあるクリーチャーを選ぶとき、このクリーチャーを選ぶことはできない。自分が呪文を唱えたとき、それよりコストの小さい呪文1枚を自分の墓地からコストを支払わずに唱えてもよい。そうした場合、唱えた後墓地に置く代わり自分の山札の一番下に置く。あー、キューイディアント、キューイ、キューエンド、あ、キューエンド、はい、ドラグハート、エビデシュタイン、誘拐条件、自分のターンの終わりにそのターン中呪文を3枚以上唱えていれば、このドラグハートをクリーチャー側のに裏返しアンタップする。まあいけるな、3枚なら。はい、ってことです。やりました、ベリーレア。まあでもこれから先結構出るでしょうけどね、ベリーぐらいには下がってるんで、まあ、これは嬉しいですね。正直ワンボックスに何枚か入ってる。だからあれと同じですね。なんだっけ、あのベリーでいましたよね、前。水文明の。あー、ハルカス。ちょっと待って、ズームになってないよね。OK。何パック目だか忘れちゃいましたね。ちょっとさっきの動きで。ゴク。やっぱこのゴクのね、闇の方が俺は好きですね、シーンより。皆さんはどっちが好きですか？俺はパッケージ的にはね、まだこっちの方が好きです。来月のはちょっとね、やる気しないっすね。正直買いますけど、正直こっちの方がまだイラストかっこいいっていう。俺の個人的なあれですけど。はい、流魂レッドドゥル。なんかでもこれ5個集めても、なんかコロコロで見た限りでは、なんかこれ、そんなに強くな、能力的にそこまででもなかったです。なんか微妙でした。あのコロコロで見た限りはね。ジェットボルカ、自分の進化クリーチャーがアタックするとき、このクリーチャーはアンタックする。へぇ、一口で二度美味しいじゃん。ステーキバーグ。絶望バット来ましたね。これも、もうベリーはコンプしました。4種揃えたんで。早速コンプ。もうつうかすでにコンプ仕掛けてるけどね、もう。量が少ないから、今回これ。モルトのやつでもう出ちゃったから、あともう、あれですよ。デスゴロス程度しかもう残ってないというね。あいつ欲しいっすね、確かに。もうあれ見た途端、ちょっとかっけえと思いましたから。まあ俺とかって結構能力で選ぶとかじゃなくて、結構こうイラストのかっこよさで選ぶんで、はい、あれ超かっこいいと思いました、ね。今まで出てきた死神シリーズの中で一番かっこいいんじゃねっていう。バロムなんかもう飛び抜けてますね、デスゴロスは。デスゴロスだったか知んないけど。なんて名前だったっけ。はい。そしてこれが気になってるジョーンです。パワーアタッカープラス4000。3マナでか。結構強いな。発動すれば7000ですからね、攻撃力。アドベンチョ。どんぐり軍団。スパゲア。100万ディエン。あれ、俺ディエン無視してた。今まで出てこなかったんだよね、ディエン。全然わかんなくなっちゃった。なんか、結構量が多すぎて、ディエンだったかなんだか。
まあ出ない時もあるから確かに出なかったのかもしれんけど、なんか今まで1枚もさっきまでストックなかったっすね。ジェットポルカ、リンクウッド、魂燃焼。まあ、1パックの値段がね、162円で変わらないと思いましたね、確か。これは。まあ、スーパーレアよりお買い得ですね。スーパーレアはもう値段高かったっすからね。だいたい200円ぐらいしましたから、100万ディエン来ました。まあね、これの絵柄だったらね、100万ディエンの絵柄せめてね、やっぱベンチャンにして欲しかったなーってのが俺の個人的な、あれですかね。ハルカスドロー。スリリングジェット。まあまた家でも開封していくわけですけど、まあ皆さん飽きない程度に見てください。疲れないように。土日かけてゆっくり見た方がいいと思う。まあ攻略するためにね、いろいろとどんなの出るのかっていうのを、はい、見るのはいいと思いますけど、本当に疲れないように見てください。やりました、1000万ディエン。なかなか出ないんだよな。小次郎ばっか出てたからさっきさ。小次郎大統領にでもなったのか、あのクソ。はい。ホルモホルマン。自分の山札の上から1枚目を置く。それがヒューマノイドドラゴンであれば、そのターン、このクリーチャースピードアタックを得る。強くね。しかも、マナ2ですかね。あ、エマージェンシー台風。はい、来ました。王流派グレンモルトのドラマティック決着ですね。これはいいですね。ドラマティックで来ました。はい。ちょっと待って、ドラマティックってレアなんだ。はい。ということで、今回嬉しかったのはこれですね。刃です。刃来ましたよ、ついに。まあ、レアでしたね。ちなみに、義援はそんなに良くなくて、200万ディエンでした。そして、トリプルクロスと9エンドが出ました。これで、ベリレアコンプしました。はい。では、続いて、ちょっと人来たんで声小さくしますけど、左、15パック開封しますので、このまま、次の動画をご視聴ください。左15行くよ。